すか。覚悟しとけ。あのチビ真下に打ち上がった。ああ頑張れ。もう一つは牛若のような大砲を置くパターン。牛若止まんねえ。コンクリート出身日向翔陽です。まだだぞ、あと2点だ。リッチギだ。与え続けろ。俺に集めろ。高さで勝負できないのに技術も。高さで勝負しないとは。なんでこのタイミング。若田氏くん、先週貞子やってたの見た？見てない。でもすいません、それだけは。他のことには口を出しませんから。じゃあさ、若田氏くんスターになれば父ちゃんも見るね。俺たちのエースは文字通り日本一のエースでな。若年くんには新しい感覚なんじゃない？よっしゃー！